った。これさす。レディオ。今日は無事計算に来てます。はいはいはい。はい。人数を揃えたのは、はい、わけがあるんですよ。おお。今日の企画は激辛駅でーす。さんの今ね、激辛キャンペーンみたいなやってて、はい、それからチームに分かれて駅伝景色になって食べて、ちょっと待ってよ、激しいアトラクションがあるので同じ時期内山に乗りながら激辛食べるなんてそんなやだよ。これは明日、今日はその企画ではございません。ちょうどね、この真ん中から3対3に分かれてますけど、はい、なんで一番最初が激辛スタート、で次が激辛カレーうどん、その次が激辛新ラーメン、で最後が激辛麻婆丼、あ、丼ね、はいはい、丼はさみね、丼はさみ、3人だから4店舗っておかしいね。そうですね、おかしいでしょ。なんで誰か1人は2店舗行きます。もうね、負けてもいいから肉行って。怖い怖いじゃん、どういう感じ。ちなみに負けてもいいって言いましたけど、はい、負けた方には罰ゲームあります。やばいね、大変な企画だよ。やばいやばい。ここスタート、ここゴールチ。あー、それでは行きますよ。富士急激辛駅伝行ってみよう。いや、どうします、3回4か3回4、うん、一番辛いとこじゃないですか、はい、うん、1、2、え？やだ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 、ほんとやだ。まず2回行くのもおかしいし、勝手にさ、え、どうじゃん、だいいじゃん、14でも、はい、ここでいい姿見せた方がいいと思うのか、確かにいける、戦略が過ぎますよ。いや、じゃあ、ジャンケンする。ねえねえ、作戦の意味全くない。じゃあいいよ、俺行くよ。できる、できる。じゃあ決まりました。はい、どういう順番ですか。はい、1、2、3、4、絶対勝とう、はい、他のチーム、はい、絶対激辛制覇するぞ。あれ、チーム名どうします。格闘ポヨヨン。オッケー、ガチムチガチムチ、いいよいいよ、せーの、チームガチムチ。どうする？どうするかってことですね、結局。もういいよ、お団子3回はいいって。そうです。ねえ、3回だろ。俺らが、ね、お団子さんが3回食べさせないように、マジ頑張っからよ。それ、それ、ラーメンでお願い。でもな、はい、もう私たち柔道家はもう決まってんだよ。お前に2つ行かせるって。すごいスピードで食べるから。頼むよ。私はだから、一番辛いであろうもの。なるほどなるほど、そういう作戦、一応辛いものを食べる量にシフトして、これでもう挽回すると決めないですよね。ガッチ。俺はガッチ。決まりましたね。はい、じゃあ1、2、3、4ね。はい、絶対勝たないと見かねないからな。はい、頑張ります。いきます。いくよ。絶対に勝つ。絶対負けねえ。それではいきますよ。おっしゃ、うん、しゃ、富士急激辛駅伝用意スタート。絶対に勝つ。負けませんよ。よし、行くぞ。こっちだ、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 左だ。 OK、 隣にいます、このキャッツ。隣にいます。激辛から辛ねぎ、よし、行きます。激辛からいいですか。1100円。おさわ、行くで。うわぁ、どんぐらい辛いんだろう。よし、待ちだ。待ちですね。すでにもう4分、5分が経とうとしてます。1人目はもう食べ終わってるのが、はい、よし、来た。あー、来た来た来た。お願いします。はい、ありがとうございます。うわー、ありがとうございます。これやべー、まあ、やべーどー。はい、真っ赤です。匂いがすごいです。匂いがほら、じゃあ行くぜ。まずはね、味噌汁から。液体ね、辛くなるんで先に飲んだ方がいいんですよ。先に味噌汁飲みました。さあ食べます。怖え。あ、辛っ。あ、辛い辛い辛い。めっちゃ辛い。これなんかしんないけど、なんだこれ。ご飯の下めちゃくちゃ辛い。うわ、からしが。辛い。やばいよ、どんどん辛くなってくる。コンチの8辛ぐらい、半分ぐらいいきました。うまい。うまいのはうまい。
あと半分、あと半分ですよ、あと半分ですよ。いってー、こっち。はい、こんにちは。ごちそうさまでした。これはどちらに？あ、ありがとうございます。はい、完食してます。やばい、やばい。完食してリードした、リード。さあ向かいます。あれ、あっちから行けるんだ。やべ。道間違ってる。やったぞ。ご飯のスピード負けたけど道間違ってるぞ。道間違えた。ちくしょう。おダンディいるよ。おダンディ。頼んだぞ。おダンディ。マジいけばさ。はいはいはい。マジいけ。現場行け。OK。いいの。ね、1個しかない現場行け。ちょっと急いでおダンボさん。おダンボさん急いで。OK。行くぞ。行くぞ。現場行入れます。激辛チーズカレーうどん。で待ってる間に、飲み物買いたいと思います。それではもう間もなく15分が待とうとしてます。まだ1食も終わってないんでしょうか。え、いやこれ俺の目の前で食べるわけね。いや俺が見たからね。なるほどね。俺がここにいたから負けないわ。こっちは負けないわ。これあのピーピーで鳴るんで。そうです、鳴ります。僕ら熱いのも辛いのも苦手なんで。苦手。そんな人にはカレーうどん大丈夫ですか。もう手にします。出た出た出た。めちゃくちゃやり始めたらもう何でもある。おお、来ました。え、終わりました。ひたすらに辛かった。パンダさんとポロシャツだったでしょ。パンダさん VS ポロシャツです。え、引けちゃったんだってね。引けちゃったんだってね。え、来ました。ちょっと来ました。よく混ぜながらお食べくださいということで。めっちゃ辛そう。辛っ。激辛。こんなのやばい。いただきます。いただきます。パンダ！めちゃめちゃ辛い。待って待って。あ、これ呼吸しちゃダメ。うわ、パンダ！ねえ、ねえ、これ1100円しかないから水買えないのよ。やばいって、やばいって。痛い。もう負けてもいいと思っちゃう。やばい。よしよし、なくなったぞ。はい、ないですね。マジ？こんなんだけど。早く行かないと。早く行かないと。ごちそうでした。いや負けない。負けない。泣いちゃう泣いちゃう。ちょっとよし、終わりましょう。マスクに辛いやついる。もう最高でございます。じゃ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 じねえ、辛すぎる。辛すぎる、もう無理。はい、変わりました、変わりました。はい、行ってくるぜ。はい、よし、OK。 まだだよ、まだだよ。はい、追いついた。新韓流ラーメン。よだれがすごい出てくる。よし、ここにしよう。わわわ、変な人いる。不審者、不審者いる。無理。もうやりたくないよ。次は絶対勝たないと。面目ないから絶対。ぶっ壊れてないかな、口。一緒に、あ、すいません、ありがとうございます。一緒にやってくれた。一応僕のが先でしたかね。はい、はい、関係ないから。これ、あと、はい、ありがとうございます。あ、これ持ってっていいですか。あ、大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、はい、来ました。よし、来た。はい、はい、これです。辛そう。よっしゃ、行こう。辛っ、辛っ。さっきより辛くない。いただきます、いただきます。辛いけど、まださっきよりマシかも。もう慣れてんのかな、辛さに、俺が。辛いな、辛いわ、辛いな。暑いのが痛い。うん、オッケーオッケーオッケー、はい、オッケー、はい、食べ終わりました。はい、はい、勝ちました。はい、勝ちました。もう食べ終わってる。やばい、負ける、やばやった、勝った勝った。これで道間違えなきゃいける。もう二度とさっきみたいなミスは怒られちゃうから絶対に道間違えない。こっちだったはず。はい、はい、食べました。やばい、やばい、やばい、やばい。次どこかもわかんない。あとはレディオね。あれどっちだ、やべえ、わかんない、どっち。あー、合ってるか、こっちだ。よし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 、危ねえ。捕まってるね、捕まってる。あれ、パンダさんっぽくない。あー、待ってる。パンダさん、パンダさん、オッケー、勝つぞ。やったやった。はい、タスキいただきます。はい、はい、頼んだ。はい、ありがとうございます。はい、頑張ります。クルサネが死んでる、死んでる、死んでる、死んでる。もらいました。じゃあ行きます。ありがとう、ありがとう、頼む、ありがとう。すごい、やばい。こういうカメラ持ちながらとか初めてなんで勝手が全然わからないです。初見でもなくなる。あれ、もう来た、やばい。クルサネじゃん、やった、初見だ。いる、まさかの一緒になりました。はい、ここでやばいよ、ここで一緒になるのは。わかりました、これです。で、番号で呼ぶから座ってるみたいな。まさかの、まさかの同じところに、同じところに帰ってきました。パンダさんと団子が同時に第三走者、第三走者、第三走者。でもなんで乗り乗せますか。まだマシだったよ。ハンカーに行った方渡したわけです。どっちが早かった。私が。マジ？いいね。じゃあ。迷ってます。やってんだよね。絶対に挽回したくてめちゃくちゃ。最後じゃあ戻って。どうぞ。祈るだけ。娘とレディオがどっち先にここまで。なるほどね。到着するか。ええよ。食券なくしてる、食券なくしてる、食券なくしてる、食券なくしてる。あった。あ、7番です。すいません。はい。はい。ありがとうございます。さあ、あとはもう食べるしかない。さあ、来ました、こちらです。できた、麻婆豆腐丼。美味しそう。うわ、辛そう。すぐいただきたいと思います。いただきます。やばい？やばい？辛い。辛っ。やばい、これはやばい。結構量入ってる。そうですね。本当にやばいかも。辛い。本当の辛さすごい。サスケさん、パンダさん、本当すいません。量がすごいです。音本当に救われる。舌の感覚がないのかも。あー、涙出てきた。でもさ、ここまでさ、コルセットとさ、お団子をさ、繋いでくれたからさ、頑張んなきゃいけない。一人だったらギブアップしてるかもしれない。これは絶対絶命のピンチ。みんなこれやってきたのか。いない、頑張るしかないな。いや、そうなんですよ。一緒に比べる。さあ、もうごちそうさまでした。やばいよ。ごちそうさまでした。美味しかったです。お酒です、お酒です。完食しました。嘘でした。パンダさんもそうだし、お団子もそうだったんだけど、こっちにリレーするとき結構弱ってたんですよ。理由が分かりました。急に歩けない。なんか意外と
早歩きがきついと思う。辛すぎて。あ、出た出た出た。嘘でしょ。やったー。あ、なんか吹けた。人が泣いた顔してる。もう量がすごい。いや、量が半端なかった。マーボー、マジで。ねえ。絆生まれちゃってんじゃない。もちろん、本気がしましたよ。今までないぐらい。ぶっちゃけ、2口目で当たってるなって思った。そんなこと言ったら一口目で負けるなって思う。もう勝ったのはチームガチムチ。イエーイ。やっぱムチムチがいい。ムチムチだ。ということでお三方には罰ゲーム受けてもらいます。お願いします。嬉しいよ。すいません。これからプッチャンネルは一気に戦い続けていきますので、はい、第1回大会あると思いますので、ということで6人が頑張って食べたよって方はチャンネル登録高評価お願いします。お願いします。それではせーの、バイバイ。うどんが一番辛いんだよ。そうだそうだ。ハーボーリオ発泡スチロールの家を作って24時間生活だ。見て見て見て、ピザの色してる。あっちいんですけど。うわ辛いにそのフラフラなの意味わからないんで。いやあれ演出した。